はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。じゃあ頭やっていきますかね。できるかな。ご主人おかえりにゃ。アニメ化されましたね、ジャンタマ。多分ショートアニメになると思いますが、あのカンコレじゃない、カンコレって言っちゃダメだ、あ、いや、アズレに続いてのアニメ化ですね。アズレのショートアニメと同じ会社だったっけ。あ、思い出すな、監督がアニメ語り図作ってたってことですね。あれ30分アニメですけど、経歴見るといろいろその他ショートアニメとかフラッシュアニメ作ってたみたいで、ショートアニメなら楽しみですね。アズレの例を言えば、ぜひあのこのキャラクターが乱舞する姿を見たいと思います。ちょっと少ないな、1191人なんだ。行ってみましょう。クマだからな。あ、内風が来ちゃった。あの2時3時麻雀大会見ましたよ。すごかったな最後の大逆転。本当に攻めてリーチかけたら、あの降りてっていうのセンスすごいなと思いましたよ。個人的にはですね、2局あの半チャンをやって、その得点で決めるんですが、椎名さんの手の広げ方っていうのは本当すごかったな。隙が なかったですよね。で、三枝さんが優勝したわけですが、三枝さんの最後のごめん待ちとかも、ごめん待ちは本当にすごい。あの椎名さんが一局で大リードしたので、他の3人の逆転は非常に難しくなったんですが、その中でも三枝さんの点の取り方は芸術的だったな。他から取って、デビデビデビルをあの箱で箱飛ばして、7万7000点ぐらい取って、椎名もあの7万点台いってたんですけど、逆転の勝利すごかったですね。頭をどうするかっていうのは悩みどころですが、お、いいじゃないですか。これかな。ちょっと見てみましょう。8はちょっと来ないから、8はもうないからな、怖いけど行く。え、アウト。いや違う、ポンしようっていう考えが、リーチしてる限り1位はないですからね。
9万を2万持ってる人がいるね絶対これ。リーチにゃ、うわなんだこれ。あ、その9万を捨ててきた。あと16枚です。もう降りることを考えるか。お、いいじゃないですか。こっち現物だからな。右が怖いけど、は通った。さ、3か4が来たら、あ、通った。どういうことすんな。もう行くしかないや。右の安全牌。あと7枚か。ってことは、一回りか二回り。テンパってるけど、あの、多分これ上がれないはず。うん。積もったか。自力で。レッドファイブだ。わ、すげえ。違う、跳ねまんか。上じゃなくてよかった。ドラオサックさんには大打撃。まあ8000円だもんな。いきなり結構差ついたな。半ちゃんだから、半ちゃんじゃなくこれトンバだから、逆転は結構難しいですが。さあどうする。まあこっちかな、形できてるからね。これ捨てなかったですよね椎名さん。こういうことになったの、ね、手を広げていったと思いますね。あ、3来た、いいね。これそんなに用はないな。これ捨ててもいいかもね。次は7が来ない限りは、これはもう用なしです。まあでも、2捨てるか。まあ、急走振り込んじゃってますからね。お、ちょっと結構重要な配下も、いらない。でもこれ結局捨てる対象になるんですけどね。あ、4が来た。わー微妙だな。頭がね、 6はまだ、場に捨てられてない。ちょっとね、自分の場合の弱点というかスピード不足なんですよね。この辺捨てないといけないかもね、決断的に。他が揃うなら。なんか、まあ、これ捨てていこう。手を広げることすごい、準備することすごい大事かもしれない。あ、いいですね。サブローピンは捨ててないよね。あ、いい。わ、ちょっと手広げた。もうリーチじゃないのこれ。多すぎる。来た、リーチ。さあどれを捨てるか。え、これだとリーチにならないのか。じゃあこれかな。あ、ごめん、これ3本揃ったんだ。だから47層か。これ結構読みにくいと思いますよ相手。まあ、この辺スピード感のなさも露呈しちゃってるわけですが、積もった。
一発そう。あ、一発筒じゃないんだこれ。あ、泣いてるからか誰かが。作るのが俺好きなんですよね。でも今回はそれは見込めないわ。嫌だよな、この辺がな、結構邪魔。まあ、いいじゃないですか、これは捨てよう。6万どうするか、まあ真ん中なんでまだ捨てきれないかな。できてるからな、うわ微妙だな、これ捨てよう。4もあるしメリットがない、持っとく。最悪これは頭にできますからね。レッドハイ、おいいじゃないですか。これかな、2が頭になりそうだから。でも手はちょっと悪いな、まだ。2を捨てた方が良かったかな、頭固定にするんだったら。6万か、いや難しいな。もういいや、もういいや。これにも捨てる、いずれ。でも広げなければいけませんね。多分これ上位では戦スピード感がないから上位では戦えないと思うよ。結局振り込んだものを持ってるから捨てないとダメなんですけどね。もったいない、ほんともったいない。出た範囲があるかな。ハツは大丈夫でしょう。だってか大丈夫だ、3枚揃えないといけないから。頭として使ってる場合のみだからな。トイメンも特に注目です。トイトイの形になってる。チートイか、トイトイとチートイは言葉が似てるか。お、来た。え、これ捨てよう。いや、危険だけどね。あ、こっちは安牌なんだ。でもまだちょいな、ちょっと無理です。ベタ折りし、19枚だからベタ折りしないといけないかも。というとこにいい牌が来る場合があるんだよなと思ったらリーチだ。リーチだ。危険ですが、お、通った。6か8番ですね、これ。読まれてそう。まあ、幸い場に全くないですからね。つまり、相手もそれ狙ってるかもね。お、来た！やったぜ。邪魔してありましたかね。タイヤも成立か。お、これが漫画になるんだ。いやー、ドラって怖いな。
お、気がつけばオーラスです。でトップ今、しかもトンバなんで、トンバか、オーラスがトンバってやりづらいな。まあ早く上がるのが一番ですけど、当然場が続いちゃうんで、オーラストンバで負けてたらどんどん上がって逆転だになるんですけど、そうにはいかないからな。いいや、これ捨てていこう。今やっぱり自分の弱点ってスピード感身につけることですからね。1枚倍に出てるけど、とりあえず持っとこう。もうこれもいらないんですよね。まあ頭をどう作るかだけどな。8もあるし、頭確かに作りすぎ感はある。んで、あ、いやー、いいじゃないですか。チャンスです。ハツいらんのじゃないの？なんかちょっと面前で上がりたいですよね。まあ突き捨てる候補これですけどね。イーシャンテンか。どうかな。リーチニャ。早っ、相手の覇王が早かった。まあ絶対安めの手は狙ってないや。14,700 だから2位が 28,700 なので、怖いな。あ、よかった、通った。ポンしましょう。これはいけるでしょう。ロンニャ、お疲れ様。ひどいな、煽り煽り。3色、え、3色同順。あ、そうだ、しごろだ。まあ、結果的に役がついてくるっていう感じはあります。え、終局になるんだ。え、なんで箱、箱じゃないんだけど、あれ、あ、そうなんだ。これ自分親だけど続かないんだな、このトンプ戦ルール。終わっちゃいました。いや結構だからリスクはやってると思うんですよね。この辺のあのリスクを攻めとスピード感をどう両立していくかっていうのは課題ではありますね。ヒヤヒヤながら1位は取れました。どこから取るのかな。金自動的に振り込まれんのか。なんかいろいろありますね、相手には。でも本当欲しいのはキャラだよ。なんだこのシンプルな美術品って。ん、小さなダイヤ、巨大の上位互換が巨大なダイヤか。福袋があるけど、あ、雑貨更新できるんだ。まあもちろんないですけどね。なんかよくわからんアイテムがある。これ小初期からあったアイテムなのかな。あと贈り物なんかもありますね。そうだ、あの、ページに。なんか、
せ替えか。早く他の雀士と契約を結びたいですね。としてあれ集中になった。あ、使えるんだ。チワがチワ言うな中の人言うな。ということで、タソからチワにチェンジです。私は物語時代にはよく知らないんですけど、100万のなんとかっていうアニメで肉を切る戦士の役をやってて、それがあのまあ登場主人公キャラクターがまあゲームの中の世界 でそれでこの一回クリアすると現世に戻されて、それを何度も繰り返すんですが、1回クリアして入り直すと20年ぐらい経っちゃってるんですよね。で、彼女の肉を切るキャラクターの母親になり、やがて何回か主人公グループは繰り返すと亡くなってしまうというちょっと悲しい話ではあるんですけど、それを、まあ、斉藤千和さんが講演されてましたね。あ、ハリネズミあるじゃん。リーチ一発しばらくはこれでいきましょう。というわけですごいね対戦記憶。まあ正直まあこのぐらいのあの初心者のあれだからいけるわけですけど、まあ上位に入ったら絶対これ通用しないでしょうね。というわけでアニメ化おめでとうございます。そして二階堂さんにチェンジです。ということで、ただ初期のこのキャラクターはめちゃくちゃいいんだけどな。こういうお姉さんタイプよりは最初のデフォルトキャラクターの方がなんかアニメっぽくて好きなんですよね。ということで、じゃあ頭引き続きやっていきます。ひとまずアニメ化おめでとうございますということで非常に楽しみしてます。いやこのマージャンもっと盛り上がっていきそうですよ。二次三次マージャン杯見ててもということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。